さて、これは一体どういう状況なのかと言いますと、この女の子はこれから拷問されるらしいです。僕によって。そんな趣味ないよ。はい、こちらのゲーム、尊い命というタイトルなんだけど、説明文。拷問の凄惨さを多くの人に知ってもらうために作りました。と書いてあるんで、結構バイオレンスなゲームなんかなと思いきや、絵柄が可愛いじゃん。だからさ、拷問って言ったら いろんな攻めがあるじゃん。水だったり火だったり針とかだったりさ、そういうのがあるのか。何も話すことはない。強情な女だ。さてどうしてやろうか。つねる、脅す、ビンタ、休憩、優しくする、尋問、逃がす、拷問する気あんのかこれ。いや、まあ可愛らしい拷問ゲーなのかな。可愛らしい拷問ゲーなんか聞いたことねえよ。じゃあ手始めにつねってやろうか。あ、そのほっぺたを。お、体力減った。ちょっと泣いてんのか、汗か。まだまだ音を上げないようだな。じゃあ脅してみようか。あ、脅すだったら心の余裕がなくなるのかな。てかこの子に何を吐かせたいの。この子が何の情報を持ってんだろう。脅してみよう。じゃあ次は爪を吐いてみよう。ひえ、いきなりバイオレンス。爪吐くのはやめとこうぜって言ってんだったらこのゲームやんねえとこうぜって感じだけど、ビンタな、やっちゃっていいのかな。したくねえけどな。やる気はねえな。いや、ごめんよ。お、泣いてる。ちょっとあれ、確かにこれは拷問の凄惨さをね、多くの人に知ってもらえるゲームかもしれない。俺がめげそうだ。ちょっと休憩するか。一旦休憩させた、寝かせたちゃんと布団出してあげるんだ。体力は回復するけど心の余裕がねえようだな。心攻めていこっか。そうね、夏気度ってのもあるから、もしかしたら優しくしまくったら情報を吐いてくれると。まあ拷問と言いつつもこうね、尋問的な。心の余裕をなくしてろ。死ぬほど痛いことするから覚悟してね。え、いいね。いや、かわいそう。いや、でもやる気はない。もう心攻めでいこう。脅す。そろそろ殺すか。冗談ですよね。まだちょっと余裕あるようだな。最後に佐藤だ。え、さあ、心の余裕がゼロになった。これでも吐かない。ここで尋問か。尋問する。特に言いたいことはないようだ。心の余裕全くないのに。じゃあこの子に残されたのはもう体力だけだ。詰めてみよう。どうだ、どうなんだ、これでもか。何、どうしよう。体力もゼロにした方がいいか。あ、もうほら、はあはあ言ってるもんね。つねるか。ちょ、ビンタはよくないわ。つねるのもよくないけどな。つねっただけなのに。やわ。じゃあどうしよっか。優しくしよっか。夏気度を上げよう。そしたら話すんじゃん、結局。優しくした。頭撫でるだけでいいの。夏気度上がんないけど、もう一回。優しくした。あれ、関係ねえのか。休憩。いや、結局こういうのって、飴とムチなのかな。一旦脅すと。爪を剥いでみようか。と言って、後に、冗談だよ。懐かねえ。逃がすってあるな。いや、待って、逃がしたら意味ないじゃん。もう一回優しくして。あ、上がった。優しくしまくればいいんじゃない。頭撫ですぎたらそれはそれで拷問よね。頭皮のダメージが。尋問。特に言いたいことはないようだ。下げた分を戻すことによって夏気度が上がるんじゃない。ってことはつねると、つねると両ほっぺで体力減った。この状態で休憩させると、もう一回。ほら、っていうことか。あ、じゃあ最初に一気に体力も心の余裕もなくさせてから、一気に全部補ってあげると。それから尋問だ。わかった。さあ、体力は全然なくて心の余裕も、もうこれで一発落とし。や、爪を吐いてみようか。ひえ、嘘。まあいいか。心の余裕はゼロになってもゲームオーバーにならないもんね。ここでよ、休憩しよっか。言い過ぎた、言い過ぎたから。尋問がなんか光った。今だ。彼女は好きな食べ物はハヤシライスだということを白状した。どうでもいい。休憩か。いや、優しくしてみよう。優しくする。
すると、来た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 、二つになったけど尋問マークついてないからもう一回、休憩。三。三で一回尋問。言いたいことない。なるほど。じゃ、待つよ。話したいとき、話してくれたらいいからね。どうだ？いやー、ないな。出てこないな。休憩。マックスだけど。尋問。え？これ以上この子は何か情報を持ってんのか？優しくする。マックスですけど。ここで、そうだよね。その名は。痛いよね。体がね。悪かった。逃がしてやろう。だから、なんでよ。じゃあどうすりゃいいのこれ。夏気道マックスじゃん。で、体力も心の余裕もあると。ん？心の余裕をもう一回なくさせる？夏気道減るんだけどね。だよね。これでもう一回優しくする。何？拷問ってバランスむず。いや、すげえこと言ってんな、俺。さて、脅しまくって、心の余裕なくしたんで、ここで一気に、優しくしまくる悪かった、言い過ぎた！でも出てこない。なんだんだろうな、つねるつねる。だけど、体力はね、要注意なんだよな。ゼロになったら、ゲームオーバーだから、ここまで！ここで、優しくする。で、休憩も、さっさげると。泣くな、泣くな。悪かったって。だけど、何も出てこない。これ、どうしたらいいの？体力が、全然なくて、でも心の余裕はある状態。を作ってみる。さあ、作れました。体力は全然ないけど、心は余裕だけど、どうなの？尋問したって何もないもん。おかしいなぁ。なんだこれ。あ、なんでかわかんないけど出てきた。なんで？なんかバランスがあんのか。尋問だ。彼女は選挙に一度も行ったことがないということを白状した。行け。あ、まだできる。そして、彼女は無線 LAN の仕組みをよくわかっていないということを白状した。どうでもいいね、それもね。分かっていようがいなかろうが使えばいいんだよ。いやー、どうなんだろう。逃がせんのか。まだ返すわけにはいかないって。脅す。ん？もしかして夏気度が1のを最初見て次3、今 3みたいじゃん。で5も見てるじゃん。2と4の状態来た。どういうことなんだろうこれ。夏気度4で出てくると。尋問。彼女はどうして自分が尋問されているのかわからないということを白状した。そうだよね、俺もわかんないもん。じゃあ逃がしていいんじゃない？まだ返しちゃダメ？何がしたいの俺は。あ、出てきた。なんかいいぞ。尋問。あなたはどうして自分が尋問しているのかわからないということを白状した。まさにその通り。わからない。ごめん。今まですまなかった。逃がす。解放して。あげない。としても、何もならないね。オッケー。じゃあ解放、すると。何これ。元気にお家へ帰っていたバイバイ。は？尊い命が救われた。ピース。これ何の時間？